手打ち麺、自家製生可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド。お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社下地の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。5月25日第59回目ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたの元にドラゴンダイブということで、メンバー紹介をしたいと思います。まずは私から。5つの国の血が流れる一人グローバルカリカリ梅が大好きです、前堂ニーナです。そして今週は画面の外から久しぶりにおこんばんは、達也です。そしてはい、いつもハッピーラッキースマイルのレイナです。そしてさっきトイレでおしっこをしていたら後ろからドアを開けられたミッチです。この最高の4人でお送りします。実はこの4人のメンバーが集まったの、はい、とっても久しぶりです。久しぶりやっと集まりましたよ。1ヶ月以上経ちましたよね。本当にさ、1ヶ月よくも、もうこうみんなが次々と病気していくわという感じで。本当にもう、いやいや、ミッチーとキンちゃんですよ。2人とも体調は良くなりました？今日は鼻血出さないから大丈夫。本当に鼻血出てたの？そう、あの先々週から鼻血出ちゃったんですよ、放送中に。放送中に出てたよね。大事故でしたね。どんぐらい？もうここが血の海になるぐらい。そんなには出てませんけどね。全米が震えたぜ。いや、そこも違いますけどね。はい、きっちゃんはそうだよね、うん、だったよね。あれはあの名前忘れそうだった今。やばい、やばい、誰だった？空前絶後のこの続きがわからん。中途半端な、中途半端、まあ、やっぱ4人揃うとうるさいな。うるさいね、けど本当にもう体調悪すぎて5キロ痩せましたからね。あ、確かになんか小さくなったでしょう。さっきヒロキックスにも言われたけど、もういろいろ小さくなったわけ。ミッチはインフルエンザだったんだよね。インフルエンザとかいろいろかかって、もう今月疲れたな。いやいやいや、本当に疲れた。頑張って頑張ろう、もっと頑張って、うん、もう絶対鼻血出さん。もうリスナーの皆さんもぜひ体調管理はね、気をつけてください。はい、はい、本当にいいですか。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 アドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ということで、はい、早速今日のテーマいきますか。今週のテーマ、はい、俺結構ふわっとしてんだけど、じゃあ金ちゃんから紹介してもらいましょう。、うん、はい、今日のテーマはホームワイフ。あ、ホームワイフ、わかった。え、待って、ホームワイフだった。俺も今ちょっとあぜんとしてんだけど。ハウスワイフの間違いじゃなかった？びっくりしたな。もう一回いきますか。待って待って、あんまり言いすぎた、話してるから。え、じゃあ正解はどれ、誰？ハウスワイフですよね、びっくりしたわ。ちなみにハウスワイフは主婦。そう、今日はなんと主婦の日らしいよね。うん、主婦の日らしいよ。主婦の日か、まあ、なのでぜひ、まあ、主婦の日なんだけど、まあ、ハウスワイフがテーマなんですが、はい、まあ、身近なこうハウスワイフ、主婦に関するトーク、うん、エピソード、どしどし、そう、こんなハウスワイフいるよって、うん、そう教えて、あ、ね、そうだよね、そういう報告でもいいですし、まあ、いろいろ教えてください。はい、はい、ちょっとあれかな、リスナーさんも困惑気味だよね今ね。そうだね、あの俺たちがいかにテーマをギリギリまでギリギリまで考えてないかってね。けど主婦って漢字2つあるよね、うん、え、
あるね。いや、それありますね。あるよ。女の子の主婦と男の子の主婦。夫の主婦で、俺たち友達が逆の主婦やってたわけ、ずっと。おうほう。へぇ。奥さんの方が、うん、こう言っちゃなんだけど、稼ぎがいいから奥さんが働いて、旦那さんが家事をしていましたね。おぉ。まあ、それもありですよね。もう最近のこのご時世では。男目線で言ったら、うん、そっちの方が大変だなって気がする。そうね。確かに。なんで？え、いける家事、育児。洗濯？洗濯は家事だ、ね、だよね。鼻血が出そうだよ。はい、じゃあ、いっぱいメッセージが来てますね。はい、読んでいきましょう。はい、大塚健二さん。はい。みっちさん、体調良くなりましたか？待ってましたよ。おー、どうですか体調は。だけど、治ってない部分がちょこちょこあるな。そうですか。ぜひ直してくださいね。早く直して、ね。はい、じゃあ次、ギマさん。ギマさん。はい、ニーナ、かわいい、覚えているね。ギマです。覚えていますよ。先週もメッセージくださいましたね。うん、ギマさん、覚えていますよ。私のおばさんの名字がギマっていう名字なのでね。よく覚えてます。おばさんかもしれないですね。おばさんかもしれないな。はい、じゃあもう一度、はい、おつかけさん。たっちゃんもツイキャスカメラ入れてあげて、うちの妻はたっちゃんファンになってます。すごい。奥さん、こんばんは。ええ声やわ。ええ声やわ、ほんとに。今回はね、あの、とある事情でちょっと端っこにいますが、久しぶりの画面のお外からおこんばんはですよ。そう、ちょうどいいタイミングでこのメッセージ来ましたね。実は今日、番組の後半になんとスペシャルゲストが登場します。誰が来るのかはお楽しみ。はい、あ、お楽しみですね。楽しみ、はい、いいですね。はい、じゃあ次、タオルお兄さん、はい、新番組ですかね。久しぶりだから4名揃うのが。前からこれですよ。あれれ、確かにね、前からです。はい、じゃあそして金のタオルさん、こんばんは。金ちゃん、日曜日は他局にてアーティスト出演おめでとうございます。はい、歌上手でしたよ。ありがとうございます。おぉ、FM 小座さんに行ってまいりました。お、歌を歌ったの。はい、 FM 小座さんってこっちと兄弟じゃなかったっけ。そう、兄弟、ね、そう、姉妹曲ですね。姉妹曲よね。そうか、そうそうそう。じゃあ今日ももしかしたら、あら、あれあれ、まあまあまあ、歌が聴けるといいな。ほんまに、うん、はあ、金ちゃんの歌聞いてみたいな。聞いてみたいな。私も聞いてみたいな。金ちゃんヌードル、金ちゃんどんどんどん。あれ、マジで本当に、あれマジで。うわ、グダグダ、グダグダだ。うわー、4人やーべー。4人揃うとすぐこれだからな。あ、出てよ、やすぐ人のせい、怖い。さあ続きまして、のどなかの銀のおたるさんからです。はい、こんばんは、たっちゃん、みっちーさん、きんちゃん、あと誰でしたか教えて。前堂さん。知っとるやないか。前堂さんでーす。知っとるやないかい。もうこれ3週連続来てますよ。そう、こんな感じのネタやりとり。あれかな、返しが多分ピンとこないからじゃん。え、あ、なんか印象に残ってないんだ。来たらこの流れが変わるかもわからんね、うん、そうね。さあそしてまぶやさん、はい、いきますね。こんばんは、やっと4人揃いましたね。やっぱりいいねと来ています。確かに、ありがとう、ありがとうございます、ね、そうよ、もともと4人なんだから、この番組ちゃんと来てよみんな。ニリッサーや順に。いやいや、はい、ギマさん。はい、レイナも可愛い、はじめまして、ギマです。2つ目ね、やってきましたね、ギマさん。はい、私金城です。ん急にあれ、なんか沖縄の苗字にギマって多いんじゃん。金城ですと、ギマという名字が多いことに、一体何のコネクションがあるのか、私たちは分からなかった。いや、すいません。金ちゃんは分かるわけさ。そして今日はスタジオにシグナさん、そしてマコさんが遊びに来てくれてます。ありがとうございます。いつもね。ちなみにマコさん、明日誕生日なんだって。あ、歌っちゃう。いいよ、じゃあ歌おう。いいよ、曲いくくるな。いいよ、いいよ。何かあるはずね。久しぶりだからね。キンちゃん、よろしく。じゃあ、みんなで歌おう。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアマッコさん。ハッピーバースデートゥーユー。
このみんなって言ったら誰一人乗ってこない。それがこの4人のちゃんと分かってるね。一瞬伝心している。結果でもよかったよ。金ちゃんの歌の方がさ、あれだって、だって、そう、歌歌ってる人が、そう、歌、私もどこで入ろうかちょっと迷っちゃったけど、結果そのまましちゃったけど、おめでとうございます。ありがとうございます。バシバシ巻きで読んでいきますよ、はい、サウロー兄さん、はい、やっぱり新番組ですか。そうです。僕は少年ナイフです。やっぱり新番組ですよねって新番組に見えるよね、うん、こんな久しぶりだから、ね、そうですね。あ、この方からメッセージ来てる。誰？浜崎かゆみさんからメッセージいただいていますなんか惜しいね、名前いいね、この名前ね。そうなの、ね、先週も来てくださったんですけど、かいなさん、たっちゃん、かゆみっちさん、れいゆいなちゃんこんばんは。聞こえない。もう一回、こんばんは、かゆです。みなかゆみさんのメッセージ好きよね。面白い、うん、かゆで、あのね、浜崎あゆみさんとかけてんだよね、これね、うん、浜崎そんな気がするね。かゆいってことかな。一応かゆいんだって。先週のメッセージは全部かゆさで通してた。すごいことに。しかも自分でこういうメッセージ来てるよ、うんうん、スペシャルゲストかゆです。また来てる、また来てる。かゆみで攻めてくるんですよ、この方。楽しいよ。すごいな、ありがとうございます。そして銀の小樽さん、金ちゃん、はい、日、あ、これ読んだ。大塚源さん、いいの、金ちゃんはいいの、ホームワイフって。そうだ、今日のすっかりテーマは、そうですよ、飛んでましたよ。今日のテーマはハウスワイフ、主婦ということで、主婦の日、主婦のリスナーさんの方の意見とかぜひ聞きたいところなんですけどね。確かに誰も、はい、いないのかね。みんなもしかして主婦じゃないのかな。いや、主婦はむしろこの時間やっと休める時間かもね。あ、ようやくね、ようやく晩ご飯も片付け終わって一息ついてるところかな。そうね、主婦のあり方ってどんどんちょっとずつ少しずつ変わってる気がしますね。うん、女性陣2人の理想の主婦みたいなのありますか。理想の主婦か、まず朝起きてご飯作って、うん、あなたご飯よとか言ってご飯作って食べさせて、でお家見送ってお掃除してカフェ行って長いな。ああ、まだもうちょっとあるっぽい。今まだ10時ぐらいだったぜ。待て、うん、面白いの来た。はい、スーパーマッシュ、なんだろう。あ、そう、これ、先週もメッセージ来て、うん、送ってくださったんですけど、読み方が、あれなんですよ、読めないねってなったんですが、シュプリームさんです。あ、シュプリームさん、これ面白いな。はい、僕、嫁に逃げられて主婦してます。うわー、シュプリームさんはね、先週のメッセージだと確かビンタ食らってましたね。そう、お嫁さん結構怖いの。シュプリームさんの主婦してるんですか。え、待って、じゃあたっちゃん鬼嫁と鬼嫁、鬼嫁、鬼主婦と。あー、僕は嫌いじゃないよ。まあ、確かにさ、最近は鬼嫁ってよく聞くし、うん、女性が強くなってきているっていう時代の背景もあるのかな。でもお嫁さんに逃げられて主婦するってことはもうあれだね、ちょっとかわいそうな感じだよね。ちょっとコメントしづらいけど頑張って。ね、本当だよね。もう一つ同じシュプリームさんからメッセージ来てるんですよ、はい、東京より初見のシュプリームです。割った誕生日は9月なんですけど、バースデーソングお願いします。あれ、沖縄の方なんだね。でも頑張って、きっと多分方言使ってくれてんじゃないかな。そうなの。東京の方なんですけど、割ったって使ってくる、うん、じゃあ金ちゃん一緒に、じゃあシュプリームさんの誕生日早いけど祝うか。みんなで歌おうか。うん、タッタラララダハッピーバースデートゥーユー。あ、歌うパターンだね。シュプリームハッピーバースデートゥーユー。シュプリームハッピーバースデーディアシュプリーム。9月ハッピーバースデートゥーユー。グタグタ。はい、大塚健二さん、はい、さすがアーティスト。今の今ので、ね、あ、これ今の違う、マジで今の違うかな。
今のアーティストだって嬉しいな。しゃよっしゃ今のと思うよ僕は。フィーチャリング、ニーナ&レイナ。ニーナ&レイナですからね。そう、この番組はいつだってリスナーさんの味方です。すぐリクエストを答えてあげますので、どしどしどうぞ皆さん送ってください。はい、はい、今日のテーマはハウスワイフ、ワイ主婦の日ということで、主婦に関するエピソードお待ちしてます。そんなエピソードで緊急続報が入りました。はい、シュプリームさんです。お、行方不明の嫁よ、聞いていたら帰ってきてくれやばい、ちょっと切実なんだけど。切実。シュプリームさんの奥さん聞いてますか、帰ってきて旦那さんも今ラジオ聞いてますよ。そうよ、はい、生ですよこの番組。ぜひ聞いてたらメッセージください。行方不明だから。これ切実。きついわ。なんかね、こういう番組あるよね、テレビでもね。あなたに会いたいみたいな。我々全力を持って探しましたみたいなね。あ、そっち俺振り抜くかねと思ったさ。シュプリームさんのお嫁さんね、今生放送ラジオどこかで聞いてましたら、はい、帰ってきてほしいということですので、お家にね戻ってくださいよ。ね、はい。はい、進撃のめいちゃん、ドラゴンアイズの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ご無沙汰させてすいません。進撃のめいちゃんです。あ、ご無沙汰、久しぶり。今お仕事終わったばかりなのでテーマ後ほど送ります。今週日曜日は友人の結婚式パーティー、どうしよう、周りが結婚していく。あらまあ、みんな主婦になっていくのね。ね、進撃のめいさん、今週末じゃああれか、おいしいご飯食べれる ね。確かに。そういうイメージがあるな、結婚式イコール。そうか、みんな結婚していく。ね、そうだね。そこそうね。なんかみんながみんな誕生日ちょうだい感じのあれ来ちゃったぜ。あらまあ。あらあら。さあ、じゃあもうみんなまとめてやっちゃう。やりましょう。恋するかっちゃんさんからメッセージです。はい、皆さんこんばんちーし。こんばんちーす。あさってはなんと俺の誕生日、レイのちゃん、ニーのちゃん、プレゼントをちょうだいということで歌いきます。タッタラッタッタッタ、ハッピーバースデーかっちゃん、かっちゃん、ハッピーバースデーかっちゃん、かっちゃん、ハッピーバースデー恋するかっちゃん、一体いくつかっちゃん。おっと、ここで緊急速報。サウロお兄さんです。どうした？確かにこの番組どうした。おっと、またまた緊急速報。ギマさんです。 CD 買いたいよ。マジで嬉しい。これでシングル。そんななんかこのリクエストいい。リクエスト、ニーナさんへのリクエストが入りました。銀のおたるさん、リクエスト、さだまさしさんの関白失脚、よろしくニーナスちゃん。私の歌じゃないんかい。歌ってみてくれよ。知らないこの歌。いや知ってるはずだ。でも聞いたらわかるかも。分かんない分かんない。分からんの。はい。そしてひふみさん。ヌーヤが。もうみんな続々とツッコミ来てますね。でも恋するかっちゃんさんは本人はね、誕生日あさってということなので、はい、ありがとうというメッセージを送ってくれました。はい、ありがとう、こちらこそ。はい、ということで、ね、楽しいな。今日はそう、後半から、スペシャルゲストをお送りしますので、はい、どんなゲストが来るのか皆さん、リスナーの皆さんお楽しみにしていてください。はい、歌手かもしれないし、はい、役者さんかもしれないし、芸人かもしれないし、芸人かもしれない、エンジニアかもしれないし、カフェデイかもしれないし、いや、まさかあの方のおばあかもかないよ。あーと、まさか、ついについにこのスタジオにのぼおばあ来るかな。のぼおばあちゃんかもしれないし、さあ皆さんね、あさと、ね、あさとさんが誰かなって。誰でしょう。というわけでお楽しみのゲストはもう少しで紹介します。一旦 CM です。もう読んでいいんですか。もう20分だから。そうだね。もう入れ、あ、でも映っちゃう。半だよね。半か。ね、この後にさ、またさ、初めてその後に CM 行く？うん、行くよね、その時でいいよね、うん、じゃあ半の時にまたよろしくね。ツイキャス越しに手振っているよ。
ギマさんいつも手振るんだって。先週も振ってたよ。あ、そうなの。見えてないけどこっちからは。いや、君なら見えてるはずだ。僕はそう信じてやまない。仕方は切ってそう。ノブオバ元気ね。すごいね。ノブオバすごいね。あ、けど寝てるって。ノブさん寝てるんだ。浜崎かゆみさんじゃないのって今日のして。大塚健二さんがヌーヤガって何って。はい、じゃあ金ちゃんヌーヤガって何。ヌーヤルバーガー、ゴーヤーバーガーみんな笑ってよ、みんな笑ってよ。え、違う、絶対さっきの俺の方がウケるだろ。ヌーヤガって何。あ、そう、ほんとに。そうだね、先にやろう。もうやんじゃおうね。これなんかあんまりマイクの音聞こえないんですよ、クリスの。あれ違う。ハンバーガー喋ってる声が聞こえない。あ、大塚健二さんはまだ分かってないみたいですよ、銀ちゃん。大塚健二さん分かってないって。みなさん、このマイクの10秒前。あ、なんでもないっす。つながってない。マイクの声が聞こえないんですよ。この番組は未来へつなぐ安心を手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。はい、ということで FM 技能案よりドラゴンアイズ生放送でお送りしています。はい、今日のテーマは主婦ということで、主婦のエピソード皆さんから募集しているんですけれども、いろいろね、まあ、主婦の前にこのあとスペシャルゲストが来るということを私たち言ってたんですが、どんな人が来るのかということでリスナーさんからも続々と、はい、もしかしてパッションさんとかね、もしかして浜崎かゆみさんじゃないの。そう、かゆみさんとかね、いろんなノブさんとか、ノブさんとか来てるので、もうドキドキ、私たちもドキドキワクワク、ヘイヘイっていう感じです。はいはい、まあそんな感じでノブおばあちゃんっていう方も意外と多いですね。ノブ、おばあちゃん、まさしくのスペシャルゲストではね。そう、サウロの兄さんのね、あのおばあちゃんがもうこの番組ではね、キャラクター化してますので、一回出たら楽しいはずね。しかも主婦の先輩だし、主婦に関して聞いてみたいね。さあ、そんなおばあさんの、おばあちゃんの好きな食べ物のメッセージが届いてますね。はい、サウロお兄さん、おばあさん、キャラメルコーン好きです。美味しいよね。美味しいね。美味しいよね。あ、俺塩派だな。懐かしくない、キャラメルコーン。キャラメルコーンって塩味あるの。あ、俺あれと思った、ポップコーンと思った。塩キャラメルじゃない。レナもポップコーンと思いました。2人キャラメルコーンって何。こんなんでしょ。そうそう、カールのやつだよ。あ、分からん。カールではないけど、なんか C 型のやつだよ、うん、たまにあのピーナッツ入ってるみたいな。へー、分からんな。あ、そうなんだ。カールおじさんとかのシリーズってこと。そうではない。なんかさ、赤いやつよ、赤い袋で顔がついてるやつ、分かんない。あ、分かった、キャラメルコーン、お菓子だ。でもさ、もう見ないんだよね、あのお菓子。どこにあんの。あんまり見ないですね。そう、最近はね、見ないなぁ。というわけで、今回のトークテーマは主婦です。はい主婦ですよ。はい、じゃあ行きますよ、主婦。はい、ひふみです。あ、ひふみさんからですね。はい、うちの主婦はよっぱっぴー、本日も順調によっぱっぴーかっこ笑えん。おー、かわいいけどね。もう、お仕事終わって、うん、あの家事も全部、ご飯も作り終わって、ね、うん、もうプシュってプシュで、ヨッパッピー。ヨッパッピー、なんか女性から見るとなんかヨッパッピーの奥さんかわいいんじゃない。うん、かわいい気がする。なんか水拳みたいなのとかやってほしいけどね。夜に水拳で、なんかあなたみたいな。そう、マジで笑えんな。笑えるさ、面白いさ。ま、ユーモアがないわね、この2人。なんで俺何も言ってんやし。しかばち。
はい、ということでじゃあヨパッピーなお嫁さんということでいいと思いますよ、はい、私は、はい、ヒロキックスさん、はい、カールが東日本での販売終了なるみたいです。これからは西日本でしか買えなくなるみたいです。そうなの。これ沖縄入ってるかな。沖縄って東日本どっちだと思う。どっちだと思う。西日本。え、わかんない。わかんない。九州じゃない。え、西日本。一応西じゃん。まあまあまあそうですね、東ではないですね。はい、そうなんだ。カールって東日本での販売終了なるんだ。ヒロキックスすごい物知りだよ ね。よくわかる。最近かポテチも危うかったよね。あ、じゃがいもがなかったんだったっけ。うん、あるよね、スーパーダイレクトとかで一つしか買えないんだよね。あ、ね、制限されてた。お一人様一袋までみたいな。へえ。ポテトチップスよく燃えるの分かる。バーベキューの時の着火剤になるわけ。いや、いきなり何言ってんの。急にアウトドア情報。そうなんだ。そっからリスナーも含めてどっかのか、ああよく燃えるよなってなるわけがないやし。待って、それよりすごい的確なツッコミが来たよ。うん、野の中の銀の蛍さん、はい、独身者だけで主婦の話。はい、え、確かにそうですね。あ、そう、今すごいてん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 ってなったけど伝わった。うん、誰のことと思った。俺らのことだったな。そうそう、僕たち主婦でもないし主婦いないし。じゃあ、あれしよう、せっかく女性陣2人いるから、あの旦那さんが帰ってきました。はい、素晴らしいお帰りを言ってもらいましょうか。あ、そうだね。じゃあまずただいまから違うか。あ、なるほどね。ただいま、ただいま、はい、いくよ、ただいま、おかえり。これこそかっこ笑えんやん。は、浜崎かゆみさん風にやってるよ。かいかいかいってやりながら、きれいって言ったんだよ。まあ、いい感じ。じゃあもう金ちゃんに振るわ。じゃあ、はい、じゃあタッチャ帰ってきてごらん。ただいまー、おかえりー。最後さ、そのまま行けば可愛かったのにね。そう、いつも笑うからよ、喋ってる途中に。そんななんか急な感じのメッセージ読みますね。はい。アゴベルト中里さんからです。お久しぶりです。来た。急に来ましたよ。奴が来たぞ。タンナファクル命。え、これもうアキラ 100% ぐらいの感じじゃん。アゴベルト中里さん、どこに行ってたんですか。久しぶりですね。アゲナの銀太子でしょ。ねえ、もうタンナファクル好きなんだね。タンナファクル美味しいですよね。もうそうよね、美味しいよね。水分取られるけど。え、水分取られるけど。そう、パサパサなるけど、うんうん、美味しいです。あれはもうソウルフードですよ。そしてシュプリームさん、はい、大きな声で言いますが、前の嫁はんは主婦を辞める宣言して粗大ごみの日に炊飯器を捨てました。それからはうちの向かいの嫁の実家で飼われていました。バイマスオ。怖い。嫁はんの主婦辞める宣言したんだ、お嫁さんが。前のお嫁さんね。あ、でもシュプリームさんは嫁さんの実家でマスオさんしてるんだ。ちょっとそれもそれでね、肩身狭いのかな、うん、ご飯作ってもらえなかったら愛情終わりっていうしね。うわ、そうなんだ。あ、分からんの。分かんない。ご飯が無償の愛情が料理さ。あ、これをしてもらえないイコール分かる。何、そろそろ崖っぷちみたいな。いや、それ落ちたよね、崖っぷちから多分。あ、もう落ちてんだ。へえ。ご飯作ってあげよう。作ってあげて、作ってあげて。1日3品ずつのおかずを。3品ずつ。うん、オッケー。3品ずつなんだ。厳しいんだね、今の男性陣。1品でいいんじゃないの、ね、ダメなの。4かな。なんかさ、そうやってみんなイメージがついてるんだ。へー、大変だよね、料理作る、うん、ね、女性は。 あの料理って小皿に分けて出す派か、プレートに全部バッて入れる派、どっちですか。あー、私も大きなメインディッシュは大皿で、うん、あとは和え物ティーンっていう感じ。2個ぐらい、2品ぐらいで頑張っても3じゃない。毎日は大変だよね。ですよね、うん、やっぱりそういう主婦のアイディアも聞きたいですね、うん、これはいいよとか、炊飯器レシピとか流行ってるしね、うん、こうながら料理。はい、ということでいろいろ続々とメッセージ来ているので、じゃあ最後メッセージ読み上げてから
CM 挟んでスペシャルゲストを呼びたいと思います。はい、アゴベルト中里さん、真ん中のお兄さんのおでこに惹かれてきた。ミッチーじゃないそれ。え、なになに、なに、俺のおでこを見よ。ずっと見てるって、言われなくても見てたって。でも綺麗なおでこになってる。そうだねなってる。大塚健二さん、沖縄の定番お菓子は何ですか？チンスコとかサーダーサーターンダキーかな、なんとかですか？タンナファックルよ。やっぱタンナファックルかな。タンナファックルは本当にね、そうだね。いや何それ、俺わかんないんだけど。え、知らない。タンナファックルわかんないですか？何この女性陣の、すごい伝統的なお菓子ですよ、沖縄の。あのなんかあれ、ごまみたいなのがついてる四角いやつじゃないじゃない、あの、どっちかというとカステラみたいな、菓子パンみたいな感じで、どら焼きみたいな。おばのお家に行ったら、あの銀色に入ってるレモンパン。あれは、いや違う、わからんの。なんか丸いやつ、パサパサしてんのだ。そう、そう、丸くて茶色いやつ。そう、なんかね、こう行事とかでは、先祖にお供えとかする昔からの琉球のお菓子ですよ。はい、タンナファークル、おいしいよ。あれ黒糖味とかそんな味ありますよね、なんか甘い、意外と。そう、ぜひぜひ。まあでも今の定番だったらもう紅芋タルトとかじゃないの。ですね。はい、はい、そんなわけで皆さん沖縄のお菓子買ってちょ。あれ主婦だったよね。 CM です。じゃあ金ちゃん、チームのうちにコメントも読んでいきましょう。はい、サウロお兄さん、はい、外でボソがうるさくて、おばあが怒ってる。え、これ、じゃあこれ渡した方がいい。うん、で、ちょっとよ金ちゃん作ってくれるなら何でもいいな、あと2歳はかかったらほっとかないのにって。金ちゃん、タンナファークル、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はじゃあ1曲と2曲だよね、生演奏1曲。え、わかんない。金ちゃん何年、1曲まずは歌うの。最初は自己紹介して。あ、音源渡しといた方がいいかな。結婚してるしてないトークはみんないいの。あ、結婚してないトークはトークでしない方がいい。しない方がいいかもしれないですね、すいません。が今映ってます。ギター弾ける？ちなみにビデオはどれ？あれだ。あれにバイバイしてもいいんだね。あっち。こっちにも映ってる。これじゃあ入れる？パシティ？うん。ん？これ。はい。途中で。うん。最初あれやるか。ヘアムギの紹介。ああ、自分前。FM ギノワンよりドラゴンアイズ生放送でお送りしております。ということでやってまいりました、本日のスペシャルゲスト、今スタジオにお越しいただいております。それでは自己紹介、金ちゃんから紹介してもらいましょう。はい、ではいいですか。もう見えてる人もいるかもだけど。いいですよ。いいですよ。はい、KH レコーズから、メロンさんとタマユーさんと私レイナがゲストで来ました。ちょっと今、ちょっと待って、君ゲストなん？あれ、ほらゲストやん、ここ。金ちゃんはあれだよね、ドラゴンアイズのメンバーなんだけど、どっちかっていうとゲストは金ちゃんの両サイドにいるお二方で、間違いないですか？はい、はい、半分です。はい、ということで、はい、改めましていらっしゃいませ、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあメロンさんについてなんですけど、メロンさんは北海道札幌市出身で、沖縄に住んでもう
10年ぐらいですか。はい、はい、になります。で県内でヒップホップとヒップホップアコースティックの影響を受けたサウンドを作っています。で今年3月にファーストアルバムの、発売があって、12曲入りのダイアリーという発売あアルバムを発売しました。待って緊張してるなんかでなんと350枚売り上げております。イエーイすごい。でこのダイアリーの中にフィーチャリングで私レイナとミワさんとミホさんの女性が、フィーチャリングで参加しております。でたまゆさんはギタリストでいつも歌ってます。あ、弾いてます。さあというわけで今の説明で皆さん伝わったでしょうか。誰かが来たってことしかわからないです。そうだよね。そう、そんな感じ。はい、せっかくね来てもらったので、この本人の声も聞きたいよね。うん、ぜひじゃあメローさんから。はい、メローです。よろしくお願いします。北海道出身で、はい、ずっと札幌の方でやってたんですけど、沖縄来てまた新しく CD を立ち上げて、レイナと一緒に今やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということは CD レーベルを立ち上げたということなんですね。そうですね、レーベルを立ち上げて自分たちの自社レーベルでそこから CD を出してますね。なるほど、すごくメッセージがメローさんとたまゆさんに対して来てますね。ミッチありがとうございます。すごいですね、すぐ映像を見てメロさんこんばんはって言ってる人もいるから。こんばんちーす。ミッチ休憩じゃないよ今。休憩じゃないよ。マイクないけど一緒にそうちょっと頑張って2人 は, はい、じゃあメッセージミッチから紹介してもらいましょう。はい、じゃあいきますよ。の中の銀のおたるさん、ダルビッシュ有さんが来たー。似てる。似てるね。ちゃうで。ちゃうか。ひふみさん、あら、いい男。いい。誰か。反応困ってるから。誰か。男性率高いよね、今日。珍しいですね、ドラゴンアイズ。確かに。ついに男性メンバーが。増えました。女性陣ばっかりだったからね、たっちゃんと俺では嬉しいね、今日はね。そうね、うん、はい、アゴベルト中里さん、ポロシャツの襟立てそうなぐらいワイルドな青年だね。わー、今日襟ないですね。今日襟ないですね。なしめですね。そして、日本高松マリーさん、何前世紀のイッサ。あ、似てる。似てるね。ありがとうございます。かっこいいですね。とんでもないです。似てる人いっぱいいるね。あ、うん、なんでもない。心の声が出たよ。というわけで今回我がドラゴンアイズのレイナさん、あ、はい、レイナですと一緒にやってますが、どういった経緯で。レイナちゃんはもともとモデルの時から一応知ってたので、うん、それで、あ、いいなと思ってて、歌も歌えるってことをちょっと本人から聞いたもんだから、ちょっとスカウトしてみて、で一緒にやりました、はい、どうでした、一緒にやってみて事件はなかったですか。いっぱいありますね、やっぱり。あの大変ご迷惑をおかけしました。失礼しました。いや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 、やっぱりね、もうすごいですね、事故の件だから。かなり。一番印象に残ってる事件とかって覚えてますか。事件、もう何喋らせてもグダグダになるっていう。そこがでもいいなっていう感じですけど。あ、なるほど、はい、素晴らしいですね。どこでもやってるんですね。そうですね。どこでもやらかしてるんだ ね、うん、やってますね。これが普通です。あ、大丈夫、申し訳ないです。きっと誰かが言ってくれるはず。キンちゃんはいいのって。誰かが言ってくれる。そうなんだ。そして、うん、次はどんな感じ。どんな感じ。次はどんな感じ。曲。じゃあせっかく今日はゲストさんいらっしゃってますので、リスナーの皆さん、もし2人に質問がある方は金ちゃんも含めてね、今日は本当になかなかないチャンスですので、質問どしどしお待ちしております。ぜひね、どんな些細なことでも答えてくれるんですよね、お二人はね。もちろんです。はい、本当かな。本当に答えてくですって。じゃあもうリスナーの皆さん、ぜひねメッセージもください。ちなみにトリプル A っぽいなーなんてもうメッセージも来てますね。 ありがとうございます。かっこいいってことだよねってことはね。そうですね、もうイケイケですよ。アイドルがやってきたみたいな感じですかね、今日は。そんな感じだよ。や
ったぜやったよ、たまゆうやったぜえ、たまゆうさんは、はいはい、普段はどこで活動されてるんですか？活動…あ、音楽活動ですか？はい。あ、音楽活動は、まあ、特に…何しに来たんですか？たまゆうさん何メロさんのサポートギタリストみたいな感じで、ギター入ってます。やってるじゃないですか本人は実はすごくあのカフェの店員さんやってたんですけどそのカフェでギターとかをよく弾いてたりとかそういう映像を残しててそこからすごい上手だなと思ってスカウトさせてもらって、まあ、謙虚なんですけど実はすごい才能を持ち主で、はい、そうらしい、はい、結構メロさんヘッドハンティングをしてますね、いろんなところで。そうですね、ほとんどヘッドハンティングでお願いしてからやってるんですけど、うん、へー、そうか。じゃあメロさんが選んだ、はい、今日はこのお二人をスカウトしたということで、はい、でわ、このじゃあ三人でコラボレーションしてる曲もあるんですか？あ、僕とレイナの曲を CD には入ってるんですけど、はい、たまゆは全部その曲のサポートのギターを、ライブの時にしてもらうっていう形でやってます。ってことはじゃあもう3名でコラボレーションした曲今日聴けちゃいますか？はい、いいですか？いいんですか？いいんですか？じゃあ早速、じゃあ曲の紹介お願いしましょうか。はい、じゃあレイナからお願いします。はい、今から歌う曲は道という曲なんですけど、何かにつまずいてたり悩んでたり踏み出せない人がいっぱいいると思うんですけど、その人たちに向けた、歌詞をメロさん書いて私とフィーチャリングした曲です。はい。では、はい、じゃあそのまま、はい、じゃあ聞いてください。くれますか？はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。します。メロで道です。My memory いつまでも胸
ました。ありがとうございました。やばい。最初間違ったー。最初から間違ってるし。やっぱりやりよかったよ。やっぱり間違ってた。もう緊張しちゃったよ。前回より緊張した。やばい。緊張しました。はい。あー、でも素敵なね曲でしたね。ありがとうございます。はい、もう本当に素晴らしい曲を届けてくださいました。ちなみに改めて題名はどんなタイトルなんですか？この曲は道という曲ですね。ミッチーじゃん。あ、ミッチーだ。だからか。いや、台無しにならんのか、大丈夫。そんなことないです。言ってからそれよ。あ、ごめん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 。もう飛んじゃったさ。じゃあね、皆さん気になる方は、道で検索すると出てきますか？ YouTube とかで。はい、YouTube 出ますね。もうね、あの曲をあの披露してくださってる間にたくさんのメッセージが来ていますね。ありがとうございます。ひふみさんからはいい、あとは、もっと来てますね。ひふみさん2人の声相性いいって来てます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他にも何もっと来てるよ。道どちらかのソロじゃなくデュエットがまたいい。ありがとうございます。また別のメッセージもあるんですよ。野の中の銀のたるさんからです。メロンさん、その髪の毛はどのくらいの頻度で染めてるんですか？歌ってる最中に来てもらうよね、これね。そう、金髪だからね、気になるらしいですよ。2週間に1回ぐらいですかね。お、はい、結構な頻度ですね。結構な頻度ですぐ抜けちゃうので。質問いっぱい来てますよ。バンバン答えていってくださいね、はい、じゃあ最初からいっちゃう。ぜひ、ひふみです。牛乳好きですか？あ、大好き。大好きです。3人好きみたいですね。3人好きだそうです。はい。カレーライスのルーは右側、左側？右。上。下。なんかこれ。いい、非常にいい。非常にいいコメント。下って何？これ2人とも右か左か聞いてるの、ちょっと金ちゃんの匂いがしますね。カレー結構すごいいいもの持ってるので、はい、いじってもらったらどんどん出てきますんで。銀のたるさん、メロンは音楽活動以外に何をしていますか？はい、あ、音楽活動以外にいろいろやってるんですけど、ちょっとこれはもうシークレットで。でも今日はアーティストということでね。そうですね、今日はアーティストでやってますね。はい、はい、じゃあ次ケインさん、こんばんはって、アリリ今夜はスペシャルでしたっけっていうことですね。スペシャル SPC でしたっけ？あ、 SPC？ はい、あの前回のあの FM 小座さんのラジオで出た時に SPC さんの番組に出させたのだった。おかえごちゃごちゃ。初めてラジオ出る方です。緊張するね。金ちゃん毎回初めてですよね。結構やってるよね。はい、一年やってます。あ、成長しない。はい、じゃあ次かゆみさん、曲弾いてる時に急に体が痒くなったことありますか？ありますあります。じゃあそっちはどういう対処？どういう対処？もう忘れるようにしますね。意識したらもう絶対痒くなるんで。ちなみにどこが痒くなるんですか？背中とか腕とか。痒みから話膨らみすぎだろう。面白い。そうなんだ。じゃあちょっと曲弾いてる合間に中継のつけたシャンってやる。ちょっとタイミング狙ってやったすごいなちゃんと返してくれるところがね。優しいですね。はい、じゃあ次シュプリームさん、メロさんにスカウトされたら女性はメロメロやろうな、同性から見ても男前や。 ありがとうございます。とんでもないです。確かに。それほどでも生は多分映像よりもっとかっこいいですよ。いやいや、それほどでも。あれ、え、ケンちゃん聞いてないから C ね。ケンちゃん C。 OK。 はい、そして大塚健二さんから、メロンさん、たっちゃん、ニーナちゃん、ミッチさんをスカウトしてくださいって。ぜひ何か一緒にコラボレーションを曲で。いいですか？やっちゃえば。よかった。僕エーサー踊れます。いいですね。私はあの兵士もできます。いいですね。僕は演歌を歌います。やりづらい。やりづらい、やりづらい。後ろで 歌わしといてください。OK です。そしたらね、みんなちょっとあのこの流れで、サウロの兄さん今マンゴー食べてます。ケインさん今スムージー飲んでますみたいな。皆さんノリのいいリスナーさんなんですよ ね、 いいですね。ありがとうございます。はい、はい、ということで、もうあっという間に本当にあの、はい、後半時間が迫ってきたので、せっかくなので告知を聞きたいなと思うんですけれども、いいですか？はい、誰がいいですか？
ですね、6月2日に宜野湾市にあるヒューマンステージさんでライブすることが決まりました。イエイイエイはい、会場が7時で開演が7時半になっております。で、前売りが1000円で当日が1500円になりますので、ぜひ前売りを買うようにしてください。で、ワンドリンク別なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回は3人じゃなくてもっと、ケイチレコーズ総メンバーでフルメンバーで出場じゃない選手じゃないよ野球じゃないよはい、総メンバーで出演するので、あとスペシャルゲストも一人いるので絶対楽しくなると思います。はいまあなんかやるんだなってことは伝わりましたそこしっかりお願いしますいい告知だったと思います、はい、チケットのお問い合わせは私のFacebook かケイチレコーズの Facebook ページにコメントいただけると嬉しいですはい、ということでカフェリトルアクさんでも取り扱ってますので、はい、そっか、玉優さんのね、はい、あのカフェでも取り扱ってるということで、はい、もうギマさんからは最高最高最高拍手かな、これ選手だね、最高という感じで来てますのでぜひね、リスナーの皆さんも気になったなっていう方はぜひチェックして、ライブもねあるということなので遊びに来てくださいね。はい、はい、ということで最後ね、あの曲流して終わりたかったんだけれどもね、うん、ちょっと時間がちょっと迫ってるので最後エンディングでかけましょうかね。そうですね、エンディングでせっかくなのでエンディングで曲かけたいと思うんですけども、はい、今紹介してもらってもよろしいでしょうか。エンディングの曲ですね。エンディングの曲は近いという曲ですね、はい、どんな曲でしょうか。ちょっとアップテンポな、少し切ない切ないけどアップテンポな曲で聴きやすい曲だと思うんで、ぜひ聴いてみてください。はい、というわけでエンディングのお時間がやってきました。最後までお聴きいただきありがとうございます。来週もまたこの時間にお会いしましょう。お相手はニーナとミチとレイナとスペシャルゲストのメロとタマユでした。ということで、皆さん最後はね、先ほど紹介してくださいました曲をかけてのお別れとなります。はい、この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリフォーム、手打ち麺自家製生麺の超デーゴア、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、今日はスタジオみんなでいきましょう。合言葉はせーの、ドラゴンアイス。また来週。パッとわかりましたね。はい、また来週。自分の声を逃さないで、スローでメロウなあの曲を。